2003年、海上自衛隊の式典に参列するため、一人の老紳士が初めて日本の土を踏んだ。84歳という高齢に加え、心臓病を患っているというのに。元イギリス外交官でサーの称号を持つサムエル・フォール。彼にはどうしても日本を訪れたい理由があった。自分が死ぬ前に、どうしても一言、お礼を言いたかったのです。この年になっても一度として彼のことを忘れたことはありません。案内された船の艦内でサーフォールはしみじみと語り始めた。61年前の壮絶な真実を。それは戦後の長きにおいて日本人誰もが知らなかった戦場の奇跡の物語であった。その物語は1942年ジャワ島北東部スラバヤ沖で起こった。当時の戦況は日本が圧倒的に有利。イギリスをはじめとする連合国艦隊は連日猛攻撃を浴び、フォール少尉の乗るエンカウンターも戦闘艦に包囲されていた。みんな落ち着け、落ち着けだ。砲弾が命中し、エンジンが停止。もはや脱出する以外方法はなかった。こうして全員が救命ボートで脱出。その直後、エンカウンターは日本海軍の攻撃によって炎上、海に沈んだ。本当の地獄はここからだった。船から漏れた重油で多くの者が目が見えなくなった。近くには沈没した別の船の乗組員を含め合計400名以上が漂流。8隻の救命ボートではあまりに不十分。ボートにしがみつくのがやっとの状況だった。オランダ軍がきっと来てくれる。フォールはそう信じていた。船から離れる前に撃った SOS の無線を受信できる位置に味方のオランダ軍の基地があったからだ。しかしいつまで経っても味方の救助は現れなかった。あ、サメだ。あ、サメにやられた。実際には怪我をし、海に浸かった足に魚が寄ってきてつつき始めただけなのだが、不安の中で兵たちはパニックに陥った。やがてもう限界だ。諦めちゃダメだ。必ず助けが来る。生きて祖国に帰るんだ。家族を思い出せ。それは自らに言い聞かせる言葉でもあった。だが夜が明け、漂流から20時間近く経っても助けは来ない。おい、やめろ。苦しさのあまり自殺しようとする者も現れた。その時、見ろ、船だ。希望の光が降り注いだ。待て。フォールの目の前に現れたその船は日本海軍の駆逐艦イカズチ。乗組員220人の小型の軍艦ではあるが、連合軍の船3隻を撃沈させるなど、その威力をまざまざと見せつけていた。その指揮を取ったのが艦長工藤俊作。身長185センチ、体重90キロ、堂々たる体格の猛将であった。左30度距離8000、浮遊物多数。我が軍の船が敵の潜水艦にやられた直後かもしれません。浮遊物はその船の残骸かもしれません。
近くに潜水艦のいる可能性はある。潜望鏡が見えないか確認しろ。はい。当時潜水艦を監視する任務についていた谷川氏は、やっぱり一番心配したのが潜水艦ですね。潜水艦ってのは分からないんですよ。ポッとこの潜望鏡を出しましてね、ですぐ沈めて魚雷撃ってきますから。実はこの1ヶ月前、イカズチはアメリカの潜水艦から魚雷の攻撃を受けていたのだ。しかも前日も日本の輸送船がこの海域で敵の潜水艦に撃沈されたばかりであった。この海域は油断ならん。戦闘用意。戦闘用意。見張りは警戒限となせ。浮遊物は敵兵らしき。艦長、イギリス海軍です。400名以上はいます。400名。引き続き潜望鏡が見えないか確認しろ。400人はいる。俺たちより多いぞ。イギリス海軍か。昨日の海戦の残党か。こっちはいつでも行けますよ。取り舵いっぱい。工藤の船がついに漂流者を射程距離に捉えた。日本軍だ。その時工藤艦長が見たのは、ボートや瓦礫につかまり必死に助けを求める400名以上のイギリス海兵だった。しかしこの海域はいつ潜水艦に襲われるかわからない危険地域。全ては艦長工藤の決断に委ねられた。もうダメだ。このままじゃ機銃掃射で蜂の巣にされるぞ。どうするんだよ。そしてフォールたちは最後の瞬間を覚悟した。敵兵を救助せよ。それは救難活動中の国際信号機だった。敵を助けるだと。艦長は正気なのか。助けたとしても敵は400名以上いるぞ。助けた後元気になったらやられるかもしれない。しかし工藤はある信念を貫いた。それは工藤が海軍兵学校の頃から教育された武士道だった。敵と天人間、弱っている敵を助けずしてフェアな戦いはできない。それが武士道であると。世紀の救助劇はこうして始まった。まずは自力で上がれる者に手を差し伸べたのだが、お前たち何で上がってこないんだ。イギリス兵たちは傷ついた者から優先的に救助するよう求めた。頑張れ頑張れ頑張るんだ。早く頑張れ。これが当時の写真である。皆最後の力を振り絞り雷に向かって泳いできた。しかし地獄の漂流を続けて21時間、飲まず食わずで海を漂流してきたイギリス兵たちの体力は限界を超えていた。艦長、自力で上がれる奴はほとんどいません。救助するにもとても手が足りていません。そして工藤は第二の大きな決断をした。一番砲だけ残し総員敵歴者救助を用意。それは日本海軍史上極めて異例な号令だった。
最低限の人間だけ残し、あとは全員救助に向かえという工藤艦長の決断に全員が覚悟を決めた。艦長、私も救助に向かってよろしいでしょうか。私も。しかし工藤は気を緩めることはなかった。220名の命を預かる艦長として。手焼き総員、ロープ、竹竿、両舷に出せ。およそ170人の日本兵によって急ピッチで進む救助。しかしイギリス兵たちは限界に達していた。ロープを握る力もない者には竹竿を下ろし、抱きつかせてボートで救助しようとしたのだが、竹竿に触れた瞬間、安堵したのかイギリス兵は、力尽きて海中に沈んでいった。その時、もはや敵も味方もなかった。艦橋からこの情景を頼もしそうに見ていた工藤は、巨大搭載用のクレーンも使うぞ。使えるものは何でも使え。そしてフォール少尉も敵艦に救助された。救助の旗が上がった時は夢かと思いました。彼らは敵である私たちを全力で助けてくれたのです。甲板上では油や汚物にまみれていたイギリス兵の体を木綿の布とアルコールで優しく丁寧に拭いた。さらに日本兵にとっても貴重な真水や食料を惜しみなく与えた。やるだけのことはやった。誰もがそう思った時だった。まだ終わってはいない。どういうことでしょうか。左前方に舵を取れ。漂流者を全員救助する。艦長、このまま救助を続けると戦闘になった時燃料が足りなくなると言っています。構わん。漂流者は一人も見逃すな。その後も工藤はたとえ遠方に一人の生存者がいても船を停止し救助させた。そして溺れていた全てのイギリス兵を救助した。その数は日本の乗組員の2倍近い422名に上った。一人二人を救うことはあっても全員を探そうとはしないでしょう。たとえ戦場でもフェアに戦う。困っている人がいればそれが敵であっても全力で救う。それが日本の誇り高き武士道であると認識したのです。士官のみ、全甲板に集合せよ。しかし捕虜である身に変わりはない。フォールたちは何をされるか不安に陥った。そして艦橋から降りてきた工藤が発した言葉は、 You have fought bravely. Now you are the guest of the Imperial Japanese Navy. 422人のゲストは翌日にボルネオ島の港で日本の管轄下にある病院船に捕虜として引き渡された。そしてフォールは終戦後家族と愛する恋人のいるイギリスへと無事帰国。
サーの称号を与えられるほど有能な外交官として務め上げたのである。彼は自らの人生を一冊の本にまとめた。その1ページ目にはこう書かれている。この本を私の人生に運を与えてくれた家族、そして私を救ってくれた工藤俊作に捧げますと。自分が死ぬ前に誇り高き日本人である工藤艦長にぜひお礼が言いたくて日本を訪れたのです。しかしその時工藤の消息はつかめなかった。実は工藤が別の船の艦長になった後、イカズチは敵の攻撃を受けて撃沈、全員が死亡した。そのショックからか終戦後工藤は戦友と一切連絡を取らず、親戚の勤める病院で手伝いをしながらひっそりと余生を過ごした。そして昭和54年1月4日、77年の生涯を終えた。自らのことを一切語らずに亡くなった工藤俊作。この物語はサフォールが来日しなければ知られることはなかったのである。戦場の奇跡はサフォールの話に感動した元自衛官の手により本にまとめられた。皆さん取材関係者の方に取材したんですけども、一人としてその話を聞いたことはないと言っておりました。やはり戦争で多くの部下と戦友を失ったというこの悲しみが工藤艦長の口を戦後封じたと思います。俺は当たり前のことしかやってないんだよって、別に褒めることないじゃないかってと言われるだろうと思います。そういう人でした。この出来事は日本人に対して持つ私の印象にずっと影響を与えました。深い尊敬と感謝の念を抱いています。激戦の最中に400名以上の敵の命を救った工藤艦長、彼の残した誇り高き真の武士道の姿は今も多くの人々の心の中に生き続けている。その後多くの方々の協力により工藤艦長の墓がある場所が分かった。再び来日したサーフォールは2008年12月7日埼玉県川口市の薬林寺を訪れた。寺では工藤艦長のご遺族と雷鎮の航海長だった谷川清澄元少佐が出迎えた。サーフォールの脳裏には様々な思いが巡った。しっかりと握り合った手と手が時の流れをつないだ。それではただいまより海軍中佐故工藤俊作様の慰霊法要を開会いたします。サーフォールは今は亡き工藤艦長の冥福を心を込めて祈った。この救出劇への感謝を忘れることなく、工藤艦長との再会を人生の悲願としていたサーフォールはとうとう再会を果たした。すでに67年の月日が流れていた。思いを込めて献花をし手を合わせるサーフォール、その胸の内は感謝の気持ちでいっぱいだった。自らのことを一切語らずに亡くなった工藤俊作。しかし生前イギリス兵に関して一度だけ語ったことがあるという。それは工藤がいつも持っていたバッグがあまりにボロボロだったため、メイがなぜ新しいものに変えないのかと聞いた時であった。その時工藤はこれは昔イギリス兵からもらった大切なバッグなんだと語ったという。敵を敬うという日本の武士道の考え方を私は子供や孫たちにも話しました。世界の人々が仲良くなるきっかけになればと思います。